石舞台古墳から15分ぐらい歩いてきましたけどね。打ち上げ古墳、ここ車があるもんだけど、あまりひどいからね、ちょっと石舞台古墳まで車戻って置いてきましたけど、これね、300m、これは車ここまで上がったんやけど、これは無理やろ思ってやめましたわ。 300m ぐらいここから、300m やからどれぐらいかかんねやろ。ああ、5分、10分もかかるか。これは急やね、これは。上がることもなさそうやけどね。あら、これ道あんの。これまっすぐやろな。どっちやろ。まっすぐやろな。なんも、ナビ言ってくれへんけど。道いっぱいあんねんな、これ。棚田でございます。この坂よ。ちょっとどうかな、ちょっとしんどいかな。いっぱいいっぱいか、しんどいかもしれない、そこ。どっちやろ、左だよね。何も言えへんだけど、ナビさんも。もう息切れてる。これ車上がった後あるんやけどね。いや、車上がった後ないわ、これ。ちょっと。無理かな。これぐらいで上がるそんな感じもしないじゃないけどね。これは車で上がるという話だったけど。自動車だからね。ありがとうございます。すみません。まだでっか。随分上がってきたけど。上がりましょうか。4区でないと登りませんよ。そんな言われたね。ああ、昔昔登ってたね。何やったっけあれ。デリカか。あれやったら広すぎて、狭すぎて入られへんな。あ、ここになんか石があるぞ。これ、大きな石が。こっちか。いや、まっすぐ上がってみるか。何も言ってくれへんもんな、このナビさんが。打ち上げ古墳に着いたら、ダウンするんちゃうか。こんな300m きついの。これ4個上がる言うてあるけど、ほんま上がるのかね、これ。こんなんやろ、こんな。わからん。画面で見てもわからんな。すごいんだけど。こう見たらわかるか、こう。こんなんですよ。これまっすぐ見たらこんな感じやから。ナビ見たらこの辺に見さすんやけどね。もっと上かな。すぐ右だけど。道あれへんな。嘘、行き過ぎた言うとんねんけど。どこですか。行き過ぎた、右。右なんか何もないんだけど。なんかね、古墳らしきものが見えんだけど。いや、見えないね、これ。
行き止まりですね。行き止まりですか。道ないね。わからん。20分以上歩いてないからな。25分以上歩いたんちゃうかね。わからない。これ見ると、こうやろ。まだまっすぐ行って左に行け言うてんな。どこだ？もっと下。そんなとこ道あらへんねんけど、おかしいこと言うとんねんけど、どこですの。ここから左行けるんだけど、左道ないんだけどね。おお、これはすごい坂やね。ここないんですけど、これ左行けるの。到着しました。どこですの。到着しました言うてあるけど、はいはい、どこ。石棺かなんか見れるはずだけどね、見られ、何も見当たらんからこれ。到着しました。はい、到着しました。何も見えない。到着しました。はい。さっぱりわからん。何にも見えないですけどね。どこなんでしょう。ここはなんだ。これは関係ないか。さっぱりわからんの。これなんだ。これ関係ないな。これナビちょっとあなたおかしいんじゃないの。ナビさん、こんなとこ入れ言うたけどさ、これあなた、ほらあそこなんかあるやんか。全然ちゃいまんがな。どっこさしてくれてんのよ。ここほら全然違う。もう呆れますわ。ここにありますよ。これ打ち合いご飯。まあナビはね、修行したらいかんじゃ分かってんだけどね。初めて来るもんやで。これが上がったとこ。まあ道は右右折すりゃまっすぐ来ればよかったんやわ。何も考えんで。なあ、そういうこっちゃ。やっぱナビは修行したらあかんのか。全然違う。あんな向こうやからね、100メートル以上離れてるからね。残念ですわ。ここ打ち上げ5分。これ登れね、これ。あれ見当たらへんね、古墳。どこだろう。見当たれ。
一体どこだね。見当たらんな。これは道はあらへんもんな、これ。ちょっとそこで、そこでちょっと検討してみよう、検討。このナビは全然あかんからさ。なしありまんの。あの打ち上げ古墳を探してるんだけど。え？打ち上げ古墳。打ち上げ古墳がもうちょっと。打ち上げ古墳この下が。そうですか。いや、うん、これで上上がれ下下がれどっちゃこっちゃ言うとるからね、動かしてるんだけど。このちょうどそのあれ、はい、扉下るとこのこっちに入る この道のこっちにな打ち上げ古墳って。はい、なんか書いてありましたね。うん、書いてそしてこの登らって。はい、登らないで。こんなすぐそこへ。登ったとこです。ありがとうございます。ナビがね、こう右行け左行けいますから、これ信用してね。すいません。ここの墓地だったんですね、これ。はい、探して行ってくる。ありがとうございます。なんか全然間違ってるらしいわ。まあナビを信用するとこんなんですよね。どっから上がるんやろ。どっかこの辺にね、この辺に看板がどこなかったっけ。これか。これでんの。石舞台古墳 1.1 キロ打ち上げ古墳、ここ左。ああ、見落としました。これはもうあの上にあれがあるからな。これ左ちらっとこう眺めたんだけどね、こんなとこじゃないやろ思ってね。これは滑るね。これどうやって上がるか。どこですの、どこですの。あ、ここか。いや、これ上がられへんがね。はい、打ち上げ古墳でございます。中どうやってみようか。上がられへんのこれ。ああ、すごい大きな石使ってんね。ちょっと中覗いてみたいな。せっかくここまで来て上がれるかね。よいしょ。これ上がらないけど、降りるのどうすんだよ。よいしょ、よいしょ。はい。いやー、中見えへんか。中見えまへんわ。大きいね、これ。ああ、見えた見えた。まあぼんやりやけど、ちょっと石がずれてるな。これ中広そうやね、広そうやけどね、ちょっと無理やな。ドロドロやわ。ここまで上がるだけでドロドロやから。はい、なんとか来れました。向こうの方見えんのかね。真っ暗やな、向こう。ぼんやらしたとしか見えんな。はい、来れましたね。打ち上がり古墳でございました。はい、登りましょうか。打ち上がり古墳、上からちょっと眺めてみようか。上から。あら、上は行かれへんのかい。この石ですわ。こんなところに石をいっぱい持ってきて大変でございます。なるほどね。
で、なんとか石室見れましたけどね、石室は真っ暗だな、ドロドロや、中入るの格好しないからな。もう崩れかかってますわ。はい、登りましょう。ちょっとレアな古墳でございますからね、こんなとこは見に来へんやろ。石舞台から15分20分かかって、はい、登りましょうか。ものすごい傾斜なんでね、ゆっくり降りてありますわ。この辺は言うほどないんだけどね、その。いやー、参りましたわ、今回は。今回もやね。今回も本当大変でした。あれ、155号線かな、下、あれ。車だからやろ、歩くのがそれくらい狭いからゆっくり行ってやろ。はいはい、電池が切れますわ。はい、ありがとうございました。左方向です。いやいや、もう着きましたよ。155号線出ました。はい、だからそこ4、5分車からね、登りは10分以上かかったんじゃが、あそこ行くまで10分、15分かかったんじゃがね。右方向です。はいはい、あ、やっと取れましたわ。あと500メーターね、800メーターぐらいあるんかい、もっとあるかい。さあ歩きましょうか。あー、これ楽や。ありがとうございました。打ち上げ古墳でございました。